こんにちは、競馬研究ニュースの星野学です。今回の推奨馬はですね、東京の日曜の7レースアールブルットですね。久々の出走になるんですが、ここ2周の調教の動きはものすごく良くて、仕上がりの良さが目立っております。休養前以上の、走りができることを期待しております。で、相手はラインハーディーとカレン・リスベットあたりではないでしょうか。で、日曜のユニコーンステークスですが、海外遠征帰りですが、東京コースの適性は非常に高いゴールデンバローズがいいかと思います。以上です。